どうもゆくるです。本日は落合博満選手を使ってランク戦をやっていきたいと思います。落合選手はサードの適正 C で弾道アーチストミート86、パワー86、走力58となっています。今は称号でバズーカをつけることによってミート87、パワー89としています。今は特殊がマックスになっているので補給スローイングがもともと D になってるんですけど、ご覧のように全て特殊をすることによって補給スローイングかかった全て C に乗せることができています。サードとファーストを守れてセカンドも一応特殊で D に乗せることができています。特殊能力がもう文句なしで超広角打法のアーチスト回チャンスとなっています。やっぱり落合さんの魅力っていうのはこの超広角打法とデフォルトでミート86、パー86の高ステータスでめちゃくちゃ打ちやすいですね。今落合さんがスピリッツ4110なんで、最新の山本選手とか来るとスピリッツ300負けてるんですけど、それでもこれだけステータスが高くて広角打法が発動するとタイミングが合うとやっぱりスタンドまで持ってってくれるんで、もう使用感は別格ですね。なので視聴者さんのコメントでも落合さん欲しいっていうコメントをよく見かけるんですけど、今回はちょっと落合さんの打感を見てもらって落合さん獲得の意欲を上げていただければなと思います。はい、それでは早速落合さんを使ってランク戦をやっていきたいと思います。どうぞ。落合さんチャンス発動せず、地味だけどナイスです。危なかった。チャンスは発動したけど降格はなし。まあそれでも打ちますよ。なんか違う、ごめんなさい、違うけど三冠王らしいテクのあるバッティングでした。キータがことごとく一掃してしまう。いや、フォアボールはこら三冠王の貫禄。お、落合さんチャンス、全発動せずとも、うん、さくち、落合さんうまいけどなんか求めてるのと違う。なんかチャンスと広角が一緒に出ないな。このラッキーヒットものにしたい。よしよし、そこは見れてる。なんか怖い。落合さん E ランク藤井さん全発動きた。パー99、美しい。落合さん落合さん打つけどホームランがない。6割1分4輪、158。いやー調子悪いな。
落合さん頼む、落合さんが打てば終わるんよ。よっしゃー、これが落合さんや。しかも場外。はい、このやっぱなんやろうな。おお、落合さん飛ぶんだよな本当に。でも今日はあれか、ホームラン1本しか打ててないから全然説得力ないんですけど。ホームラン集見てくださってる皆様ならわかると思うんですけど、やっぱり落合さんの本数結構多いんですよ、ね、なんで今日はちょっとたまたま少ないんですけど、本当に獲得おすすめの選手です。うわー、うまい。よし、まあ落合さんも打ったんでこの試合勝って終われるといいですね。やばい、びっくりした。スライダーの制球が甘いな。さあ打って終わりましょう。そこは良すぎる。いいなコース。よし、田村さんの威圧感や。ん、よし、ありがとうございました。